皆さん、愛媛松山行ったことありますか？松山に行ったら1日はこんな使い方したらどうかなという感じで、YouTube 作らせていただきました。今ね、出ていたのは、鍋焼きうどんの朝日さん。でも今日行くのはこちら、鍋焼きうどんの小鳥さんです。もともとはね、この朝日と小鳥の間に銭湯があって、お風呂に入った後に皆さん、どちらかのお店で食べていたようなんです。こちらのね、小鳥さんの、うどんはどっちかというとあっさりで、麺も結構柔らかめですね。先ほどの朝日さんの方、あちらの方がどっちかというとスープ、お出汁が甘め、そして麺は少し硬いのかなという感じです。そして、10時からやっておりますので、ぜひ朝ごはん軽く食べてみてはいかがでしょうか。その後ですね、腹ごなしにちょいと歩いて松山城へ。松山城はね、山城ですので、ロープウェイもしくはリフトでも上がることができます。今ね、ロープウェイがどうしても密になってしまうということで、僕はこちらのリフトの方で山の方に登っていきました。さすがに8月ですとむちゃくちゃ暑いので、いわゆる登山道みたいなところも城に向かってあるんですが、ちょっとそちらの方は避けさせていただきました。皆さん、松山城のことは知ってますか？松山城はね、もちろん愛媛松山にあるお城ですが、松山市の中心部にある標高132メートルの城山、勝山山頂に本丸があり、裾野に二の丸、三の丸がある広大な平山城です。で、山城ですね。で、二の丸のところには今二の丸史跡庭園っていうのがあって、三の丸は堀の内があります。で、今この映像をね、見ていただいている方、気づいた方もいると思うんですが、このね、リフトに乗っている最中、だいたいね、山の上まで6分間あるんですが、ずっとね、足元に言葉が書いてあります。よくないですか？今日の空、もう見ましたか？松山はお湯と言葉が湧いています。松山市はね、俳句にも力を入れていて、町のね、いろんなところに俳句ポストなんかもあります。というわけで、やっとね、6分間かけて山頂の方にやってきました。ね、スタッフの方も、フェイスシールドとマスクで迎えてくれます。やっぱりね、さすがにこの暑さですので、しかもこのコロナ禍の影響もあって、ほとんどお客さんがいなかったのが今の現状でした。さあ、そこからこのね、山城を登るのはもちろん坂上がっていきます。石垣立派ですね。なんかこうやってね、ちょっと早送りすると、後から見てみるとね、なんか忍者になった気分も味わえますよね。お城のね、門や櫓の前にはこうやってね、ちゃんと説明書きもあります。こちらの方はね、インターネットでも見れますので、特に、テロップ処理とか今回せずに進んでいきたいと思いますが、この松山城、日本で12箇所しか残っていない現存12天守のうちの一つ。江戸時代以前に建造された天守を有する城郭の一つです。平成18年に日本百名城、平成19年には道後温泉とともに美しい日本の歴史的風土百選にも選定されました。僕ね、こういうお城とか行くと、このなんていうのかな、石垣だったりとか、屋根の作りとかめっちゃ気になるんですよ。こうね、実際に行って、物を見ながらこのね、説明書き見るのっていいですよね。はい、まだこれね、天守の方に行ってないんですが、もうすでに、開けていて、昔の、この後ろにいた人たちもこういう景色をね、もちろんね、ビルなんかはないわけですけど、そこにいる城下の、街並みだったりとかね、雰囲気を見てたのかなと思うと、なんかいろいろね、込み上げるものがありますね。そう、松山城ってね、お城って結構いろんな、名前がついてたりするじゃないですか。姫路城が白崎城だったりとか、
この松山城は金鬼城って言って、昔ね、お堀の中に金の亀が住んでいたという話があって、金鬼城という名前が別名でついていたらしいです。もうとにかくね、ちょっとこの見ている方も気づいていると思うんですが、リアルな音も入れてるんですが、もうね、暑いし緩やかな坂もあってね、もうはぁはぁはぁ言ってんですよ。さすがね、ちょっとね、あまり時間がなかったので早足で行ったんですが、皆さんね、余裕を持って、お城には登るようにしてください。そしてこうね、ずずいずずいと進んでいくと天守が見えてくるわけですが、さすがね、今このコロナ禍ということもあり、マスクの着用とね、あと検温もして、あと、どこから来たかっていう電話番号だったり住所とかも、書くようになっています。これはね、ロープウェイとリフト乗り場、こちらの方の入り口でもありました。ちょっとね、そちらの方動画撮るの忘れていたんですが、お願いします。さあ、入り口で、お金を払いまして、はい、もうね、この頃になるともうマスクなんかびっちゃびちゃです。はい、さあ、さて、いよいよ松山城の本丸に入っていきますが、まあやっぱ立派ですよ。うん、感動します。城っていいよね。昔ね、子供の頃、うちの弟がお年玉を貯めるといろんな全国の城巡りをしていたんですが、僕も子供の頃そういう経験しときゃよかったなとね、やっぱ大人になってから思いますよね。やっぱね、城はいい。はい、そしてまだ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 上に登っていきます、ね、この上の方に、上がっていくと、重要文化財ねに指定されているものも、数多く出てきます。こういうところからね、ちょうどね、掃除のおばちゃんがいたんですが、もうあそこにいたら敵兵は完全に銃で撃たれてますね、当時だったら。で、ここね、横には天神櫓といって菅原道真を、祀ってあります。もともとこの、松山城は今ね、標高132メーターのところに立ってるんですが、賤ヶ岳の合戦で有名な七本槍の一人ですね、加藤義明が築き始めたお城です。加藤義明って確かね、僕と同じ愛知県の、出身です。豊明だったかな、どこだろう。まあ、皆さんぜひ調べてみてください。こういう細工とかってなんか燃えますよね。玄関多聞櫓、この櫓っていう字ね、読めない人覚えておいてください。お城行くとね、必ず出てきますから。そしてね、今入り口となっているのがこの、穴蔵。ここに昔は、お米だったりとか、食べ物だったりとかを入れて、ちょっと涼しくなっていて、貯蓄したりとかね、貯蓄じゃないね、まあ、貯蓄でもいい、貯蔵ねしたりとかしていたところです。そこがね、今、下駄箱になっています。さあ、上に上がっていってみましょう。まあ見てくださいね、この歴史で、少しずつ木がすり減ってるんですが、昔のね、建物ってほんと階段が急、僕ね、ちょっと高所恐怖症気味なんですけど、かなり怖かったです。これね、ちょっと振り返ってみるんですが、ビビって、すぐ振り向いちゃっています。あ、僕がね、さっき言ってた萌えポイントですね。こういう櫓の作り方、まあ木も立派ですよね。そしてね、こちらには加藤義明が着ていたと言われる、鎧なんかも飾ってあったりします。いいっすね、甲冑。
ね、超人生にお金に余裕があるんだったら自分の甲冑って1個ぐらい作ってみたいなと昔から思ってるんですけど、そんな人はあまりいないのでしょうか。そう、今ね一瞬槍、出てきましたが、皆さん知ってるかな、槍ってね、つくものじゃないんですよね。昔はね、刀がつくもの、ね、で槍っていうのは叩くものだったんですね。叩いてね、脳振動をこうさせるっていう、だからめちゃめちゃ長いんです。しなるんですね。いいですよね、こういう格子から見るね、もうここから見る景色ってね、もうだいぶかなり昔から変わってないわけですから、まあね、本当ね、僕ちょっと駆け足で見ちゃったんですけど、早朝から行ってもね、多分、結構閉館する夕方までゆっくり、見られるお城だと思います。かなり広いです。でね、展示物も、たくさんありますので、今度ね、ゆっくり行ってみたいな。ちょっとね、流れで、見てしまった部分もありますので。自分でもし家作るときは、こういうところ作ってみたいなって思いますよね。思わないか。まだまだ、登っていきますよ。これがねお城の、1階部分になります。もちろんここもね今展示がいろいろしてあるんですが、かっこいいよねこの一個一個作られた、当時はねもちろん全てオーダーメイドですから。そしてねまたここにも鎧がありますが、もともとね、こういう、今、ここね、天守の1階なんですけど、天守っていうのは、もともとそんなに住む目的では作られてないらしいんですよ。お城になんか籠城したりとかしたりとかね、なんか会議とかで使ったりとかって、まあ会議でもあんまり使わなかったみたいなんですけど、ほとんど住むものではなかったみたいなんですが、松山城はどうも少し生活の雰囲気があるというか、その畳を置いてた場所があったりとか、何かしらね、その生活をしていた感じが残っているということで、またその点はね、なんか歴史的にも細かくは紐解かれてないみたいなんです。さあ、ここも本当ね、天守です。一番上に登る部分なんですが、怖くておどおどしながら登ってます。しかし、登りきるとこちらですね。絶景かな、絶景かなと。まあ、五右衛門じゃないですが、素晴らしい景色が広がっておるわけですよ。四方、窓からね、見た景色を、上げさせてもらってます。これよくありますよね、あの東京タワーとかね、スカイツリーでもそうですけど、この方向には何がありますよっていう看板もあったりとかして、松山観光の日はね、だからまあ2泊3日だったら、行って、1日目なんとなく回ってから、次の日は朝からちょっとここ回ってみて、3日目にあお城から見えたあそこだねなんて言って回ってみるのももしかしたら面白いかもしれません。見てください、もちろんエアコンありませんから汗びったりです。もうね T シャツもべっちょべちょですよ、うん、もちろんねマスクは、必ずつけて、各ね階ごと、先ほどお気づきの方いらっしゃったと思いますが、ちょっとねカメラが一瞬止まったところなんかは消毒が置いてあって、やっぱ手すりとか使えますので、皆さん消毒しながら、上がっていくという感じになっています。はい、というわけで、城の方から降りてきたんですが、極力ロープウェイを使わずにリフトを使ってくださいということだったので、もう本当はね暑くて嫌だったんですが、こちらの
リフトに乗って下まで降りていきました。もうちょいね、秋ぐらいになるとね、涼しくていいのかもしれないんだけど、いやー、この季節暑いです。ちょっとね、フルで、これがね 800% かな、8倍ぐらいの、スピードで、降りている感じになっております。ただね、ちょっとね、これグラグラしていますので、酔いやすい方はこの1分間ほどは、ナレーションだけで目を背けておいていただければと思います。実際にリフトがこのスピードで降りてったら嫌だよね、めっちゃ怖いよね。はい、というわけで、下の方に、ロープウェイ通りの方に降りていきます。さっきね、入り口ありましたが、あの入り口のところがロープウェイ通りですね。あの辺りには、鯛めし屋も、いろんな鯛めし屋もあったりとか、美味しいお店いっぱいありますので、もしね、ご飯に困ったら、このロープウェイ通り、もちろんここのすぐ近く、路面電車渡ってしまうと二番町があったりとか、二番町をまたずずいと進んでいくと、先ほど、うどんを食べに行った銀天街なんかもあったりします。まあ、愛媛ね、松山はね、本当にコンパクトな街で、どこに行くにも行きやすいです、ね、伊予鉄も、路面電車通っていて、すごくね、いい雰囲気です。もちろん道後温泉もすぐ近くにありますよ。さて、続いてきたのは、街中からね、ここはちょっと10分15分ぐらいかな、行ったところにあるパンメゾンというパン屋さんです。実はこちらのパン屋さん、日本で一番売れてるパンがあるんです。僕ね、行くために毎回買ってるんですけど、それが今ここに写っている塩パンなんです。今日ね、この日は個数制限なしだったんですが、普段はね、10個までって決まってます。だけどね、これもう1個なんかすぐ食べれちゃうわけですよ。ぜひね、松山行ったらお土産にも買ってみてはいかがでしょうか。そしてこちら、ラーメンショップです。でね、このラーメンショップって全国にもあると思うんです。みんな知ってるよっていう人いると思うんですが、違うんです。ここのラーメンショップはね、銀天街にあるラーメン屋で、ラーメンショップで銀ラーと呼ばれていて、もうね、ほぼ別店舗だと考えてください。なんて言ったらいいのかな、もうね、スープも別、ネギラーメンも別、特に麺も別、ラーメンショップのね、普通のフランチャイズ店っていうのは麺全部一緒なんですけど、ここのラーメンの麺は違います。他のラーメンショップっていうのは、冷めても美味しいですよ、伸びてもまだ美味しいですよって言うんですけど、ここの銀ラーはもう銀ラーです。伸びたら美味しくないですから、もうさっさと食べてくださいと、そんな感じです。で、ここで皆さん注文するときっていうのは、まずネギです。だから普通のラーメンじゃなくて、ネギラーメンか味噌ネギラーメンか、さらにだからトッピングで、僕いる間も皆さん頼んでたのがチャーシューですね。だから、ネギチャーシュー、ネギ味噌チャーシューとか、皆さんネギはいります。そしてこのネギがほんとうまかったんだわ。なんかね、なんちゅうのかな、至極の一杯っていう感じではないんです。ただ子供の頃知ってしまったら、なんかずっと一生、1ヶ月に1回とか、まあ言い過ぎだけど2ヶ月に1回ぐらいは一生ずっと食べたいなと思えるような、そんなラーメンです。愛知県でいうと僕の出身のね、スガキ屋みたいな、そんな感じの味なんです。それがね、なんか独立して、まあね、こうやって普通のチェーン店がその場所にちなんでね、銀天街で銀ラーって呼ばれてるだけで、やっぱ地元の人には愛着があるんだなってのが分かりますよね。ね、まあこうやってね、暑い中熱いものを食べるって体を冷ましてくれるっていいんですが、ほんとね、この濃すぎない味だけどちょっとピリッとするネギ、それから美味しいチャーシュー、なんともこの銀ラー、今後もね、松山行った時には食したいラーメンとなりました。さて、というわけでね、いつもよりはちょっと長い動画だったんですが、皆様いかがでしたでしょうか。一日ね、松山でゆっくりできるのであれば、前日ちょっと飲んだりとかしたのであれば、ね、遅めの朝ごはんを、小鳥や朝日で食べて、その後腹ごなしに松山城へ登ると、ね、その後こうね、銀ラーを食べ、少し、小腹満たすためにパンメゾンの塩パンを食べ、温泉に一度入り、また夜美味しいものを食べに行く、ね、そんな、松山の、愛媛松山が一日あってもいいんじゃないでしょうか。
というわけで以上、僕からの松山の、旅行の提案でした。最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。さようなら。